続きからやっていこうか。はい。いやー、タブをしても全然ね、アイテムが開かないまま、はい、回復をすることも許されず、死んでしまいました。バイオアルイフォー続きやっていこうと思います。最近、あれに荒れております。はい。ということなので、まともにプレイができない中で、無限武器を使ってクリアを頑張って目指そう世界を今、前回くらいからね、もう前々回くらいから、前々回からキュンですっていうところでね、進んでやっているというところでございますね。はい。えっ、うそ、え、は？壁とは？え？ちょっと待っていい？壁とは？あっぶね。あぶねえじゃねえんだよ。もう食らってんだよ。あぶねえどころかもう食らっちまったんだよ。真面目、まともに。走る走る、俺たちまともに戦うことも許されない。痛い。くそ、甘く。ああ、おめえはし、おめえは食らってねえのかよ。ほら、で、さて、さてもち、さてもちもちもち、オッケー。で、か、ああ、よし、オッケー。ドゥーン。で、こっからよし。あー、上の方向いてる。ほら、よし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 。お、女の子に乱れ打ちするのちょっと気がしてますが。あ、てて。女の子に連射するのはね、やっぱりね、一回一回ちゃんと愛してあげないといけないっていう気持ちはある、分かってるんだけど、ちょっと今そんな余裕は私にありませんので、しゃがみます。来る。来たね、オッケー。で、どこ行った？ほらほら、しゃがみます。ふいっ。ういー、オッケー。で、ぴょん。くるっと折り返って、くるっと折り返るタイミングを今です。おうおう、なんか目の前にいたような気もしたけど、気のせいだった。残像だった。いやー、やつね、よくも俺のこと燃やしてくれたな。あれがディーコン様や。燃やすこともタイミングを考えていただかないとね。で、ういー、オッケー。で、よいしょ。今行くと大変な目に遭うから、え、いる？おお、追い打ち。グロテスクなシーンのためにレオンの爽やかな回転をお見せしておきました。よいしょよいしょ、あーよいしょ。でもね、多分ね、疑う人いると思うんだよな。どうせブルーホースあれだろうって、おめえさんよって、あの、この無限武器が使いたいから、あの、まともにプレイができないふりしてんだろうって。でもさ、あんなのさ、あんなプレイをさ、狙ってできるわけなかろうもっていう話だからね。もうそこは多分ね、あの、分かる人には分かっていただけるんじゃないかと信じて。いや、でも、あの、分かる分かるっつって、俺もあのプレ、同じようなプレイになったことあるよっていう方ね、まあ少なくともね、まあバイオのこの日本でプレイしてくれている人口が、まあ仮に500万人いたとしたら、4人くらいはいると思う。なんか降りてき方がなんかもうあれだったね。マジカペライアホーニュー、わー、あぶね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 。よいしょ。ハイヒールももこなんだよな。リンゴでもいいけど。よし、今なんかプッて向いたけど、ああ、そういうことか。オッケー。チューンで、ここ行く途中に敵はいないね。よし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 。これさ、ロケットランチャーでもいいんだよね。これでもダメ？ちょっと戦ってみるけど。あ、やっぱ無理か。鎧で弾かれるか。そこまで治癒してもらってんだね。だから、前回さ、またお前かって言ってたじゃん。ってことはよ、こいつ、その最初に倒したエルヒガンテが治療されて、ここまで、あの、装甲をつけまくった結果出来上がったやつなのかなっていう気がしてたんですけど。じゃあな、デカブツ。え、こんなプル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 震える？おっしゃ、今までの恨み、もう一丁恨み、あれ、もう一丁恨み、オッケー。ほんで最後の恨み、だってこいつもって、これロケランじゃダメなのかな。いや、ここまではまともにプレイができている。いや、できてないけどさ。できてないんだけど、まだまとも。まだまとも。おります。おります。じゃあ、ここに来たし、ちょっと振り返っていきましょうか。
こんなんだったっけ、こんなんでした、こんなんでしたよ、キュンです。あ、でもこれあれか、上戻れない、え、でもいっぱい宝物が落ちてくかな、ちょっとまだ拾いたいんだけど、あ、これあれか、上から降って降りればいいのか。ちょ待って、あのさ、まだあの不気味な音がしてるんだよね、音楽、不気味な音楽が流れ垂れ込んでるんだよね。あれでもこっちから行ける、こっちに行ける、あれは逆か、こっちかないな、あ、じゃあ行けない、いや、んなわけはないよな、んなわけはない。で、こっちから行け、あ、行け、あれ行けないね、上から撃てないか、あっちあっち、あっちあっち、お、あー、ちょ、無理か、あった、見当たらない、見当たらんどせる、よしよし、行け、あー、ない、あれないのか、え、じゃあどうやって戻ってくるんだ、まあいっか、じゃあまた後で巨乳と戻ってくるか、おっぱい好きだし、おっぱいといっぱいデートしたいもんね、おっぱいといっぱいいっぱいおっぱい、降りてほら、またなんかどっち向いてんのよ、あなた行きたい方向どこなのよ、教えて、ねえ、もうね、あのね、自覚メンヘラが発動してくからよ、今。ちょっと言ってみたかった、知ってたけどさ、こいつもすごいね、この長時間どうやって待機してたんだろう、お目目バッチリ、もうやだよ、あんな地下の溶鉱炉なんかに行きたくないよつって、これでさ、こっちに行ったら あのまたバーンって出てくるっていうオチだったら面白いんだけどね、そうはいかの金玉ってやつだな、無理だね、はい、オッケー、じゃあ進んでいきましょう、今回短いけどチャプター終わるよ、もうそろそろね、多分そっちの方にまともに行けたら、上は特にここね、上、あのあれで下走ってる時にエイダーがさ上の方取ってたりとかするんで、はい、もう怒り狂ってるよ俺は、本当に怒り狂いのレオンで、ここにアシュリーどこにいるんだ、もうすぐ目の前にいるよ、これを壊しておいたら次のチャプター、次回チャプターからつけたりとか、いや、もうすでに壊れた状態からスタートするとか、そういうオチにならないのかな、あそこにもキュンで、ほら、行かすか、もうほんと悪魔でしかない、よし、じゃあオープン、アシュリー会いたかったよー、もって聞いてよ、ほんとアシュリーちゃんさ、僕ちゃん頑張ったんだよ、ナイフ振り回してさ、頑張って敵のこと倒そうとしたんだよ、でもね、酔っ払いがなんかさ、もうくる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 回ってさ、もう二日酔いだかのウイスキーだかバーボンだかテキーラだかウォッカだか飲みまくったせいでさ、あー酔っ払い、臭いわ、息臭いわ、よっこないでよって、ダバイ、ダバイ、なんだ、やばいな、あれだな、もう明後日にはフィジーク大会出ますみたいなくらい血管が浮き出まくってるな、私自分じゃなくなった、そうね、鍛えすぎてね、体脂肪率が、アシュリー分かってる、体脂肪率が 12% になっちゃったの、私女の子なのにつって、あなたも、え、あなた前腕鍛えすぎじゃないって、血管が浮き出てるわよ、怖がっていいんだ、いやー、この動画の需要どこにあるんだろうな、おっさんが叫んでるのをなんか踏み出すんだ、なんかただただストレス発散で見るのが好き、助かる方法を探そう、だとしたら嬉しいけどね、一緒になんか雑談とかね、こういうのでもあれだろうな、多分な、ライブでやったりとかした方がまだ重要なのかもしれないね、録画でさ、なんか10分20分の時間を使って見るというよりは、なんかこうみんなで僕があのもう荒れ狂ってるのを見てさ、あのバカにしたりとかさ、気持ちわかるわとか、なんかね、もっともっと荒れろとか、そういうのを言ってもらってる方がなんか僕にとってはありがたいかもしれないけど、うん、了解です、はい、ではね、一旦、こちらで終了とさせていただきたいというふうに思います、またね、次回パートでお会いできたら幸いです、ということで、またお会いしましょう。チャンネル登録もよろしく。じゃあね。